Welcome back to Let's Play Tokyo Zanadu. Last episode, we rescued Kirigi from the clutches of the cage beast and entered a new dungeon, which is in fact connected to the school. Everyone has been captured. Our mission this time is to rescue everyone in the school. So, let us face this battle head on. What battle head on? Then to a couple of students as well. And solve the mystery of what the next boss Reaper was. We did make it past some swinging traps and lava pits. ついにお出ましってわけか。来る。And finally, she shows herself. The mist. の化け物みたいだな。関係ねえ。いつまでも面白おかしく笑ってられると思ったら大間違いだ。ショーダウンタイム。行きましょう。白の巫女の務め果たさせていただきます。今の一気に攻めましょう。はあ、クリミナルブラッハ。こっちアイスキューノバ。こっちアイスキューノバ。Good thing we have lots of potions to buy.
time to heal up. Yes. それ貫け。
するわ。先輩、おいってば。ソラ、勇気、先輩たちも起きたか。大丈夫みたいですね。先輩、よかったです。やれやれ、このまま目が覚めないかと思ったよ。ここは森宮学園の屋上です。異界化は先ほど無事に収束しました。とっくに夜だが、あの霧も完全に晴れたようだ。本当だ、星までくっきり見えて。
それよりしおりたちはどうなった？心配ないわ。大丈夫なのか？ええ、呪いの影響も完全に消えているわ。2、3日もしたら体力も完全に戻るでしょう。ああ。すでに校内における事後処理も開始されました。生徒のみんなや職員の皆さん、久我山さん、九重先生、佐伯先生も無事に保護されています。そうか。高先輩。さすがに気が抜けたか。必死だったもんね、先輩。ヒイラギ。いえ、ちょっとね。まさかグリムグリードをこれだけの少人数で、しかもよりにもよって素人を含めたメンバーで挑んで倒すことができたなんて、さすがにできすぎだと思って。そうですね。確かに帰り討ちにあってもおかしくなかったかもな。もう一度やれって言われたらさすがにちょっと自信はね。やっぱ素人には無茶だったか？いいえ、きっと私たちだったからこそよ。この森宮に生きるあなたたちと共に覚悟と決意を持って臨んだから。だからこそあれほど大きな困難を乗り越えられたんだと思う。ありがとう、時坂君。この学園に来たことが、あなたたちと出会えたことが、私にとって何よりの幸運だわ。どうしたの？さすがにいくらなんでも臭かったかしら。いや、なんつうかその、お前が本当に笑うのを初めて見たような気がしてな。何よそれ。あれ、先輩照れてる？かわいいです。はあ、やれやれだな。あのね、幻覚だったで納得できるわけないでしょ。こっちはレッスン第一刻で大目玉確定なんだから、せめて本当のことを言ってよ。ま、確かに無理があるな。そもそも皆さんはどういう？ええ、ですから。彼らにも一応記憶消去を試みてください。その結果を見て今後の対応を決めましょう。了解しました。お嬢様、図書館にあったという童話ですが、すでに跡形もなくなっているようです。
そうですか。やはり第三者の介入、もしくはいかがしますか。アングレカムを全面的に投入することも可能ですが、やめておきましょう。ゾディアックの猟犬、全面投入は火種になりかねません。その京香さんの古巣を悪く言いたくはないのですがお気になさらず。では私の方だけで調査を続行します。お願いします。それに この先何があってもきっと大丈夫。彼らを見ているとそんな風にも思えてくるんです。回収してきたのだろうな。もちろん大いに役立たせてもらったよ。確かに。おかげでいい実験結果が得られた。僕の大いなる野望にまた一歩近づけたというものだ。礼を言わせてもらうよ、刻印の騎士殿。そちらが裏で何を企てようが興味はない。せいぜい足元を救われぬようにすることだ。これは手厳しい。それでは失礼する。またよろしく頼むよ。大した俗物ぶりだな。多少の騒動はあったが、それに見合う収穫はあったかな。ああ、絞り込めてきた。だが、まだ手がかりが足りない。彼らにはもう少し動いてもらうとしよう。
いらっしゃい、お一人さんで。カウンターが空いてます。すぐ注文受けたまわるんで座ってお待ちを。うっす、ただいま。カツ丼セットお待ちどうす。へえ、取材は昨日あったばかりなんすけど、何でもニアで広まったらしくて、こっちも戸惑ってるくらいです。了解っす。こんばんは。お疲れ様です、高畑くん。北斗、Chapter 5 Sad Story Maiden and the Silver Flame。 ほらよ、俺のおごりだ。Well, that looks delicious. Oh? Oh, it's good! Is this really Takahata-kun? Yes, no. Kami has been taught by Okami-san. The food is different from the food, so it's hard to make it. But... No, no. It's pretty good. It's really delicious.私は普段ほとんど料理をしませんから、素直に尊敬します。Athlete. So what that?
another gate nearby. The next day, school closed. Looks like it's appearing everywhere in Moriyama City. あいつもあいつで忙しそうだな。表だけじゃなく裏でも大層な立場みてえだが。白の巫女、そういや魔女との戦いでも名乗ってやがったか。心を読んでんじゃねえよ、じいさん。だが、そうだな。愛も変わらず、いろいろなしがらみにがんじがらめみてえだ。そのくせ、降りかかる面倒ごとは涼しい顔して片付けちまいやがる。昔っからあいつはそういう女だった。3年前のあの事件も、あいつがいなけりゃ解決しなかったはずだ。だがあまりに完璧すぎるっつうか、完成されすぎているっつうか、味方についていた俺たちですらうすら怖えもんを感じていたくらいだ。あれから3年、俺は一度だってあいつの弱みってやつを見たことがねえ。正体を明かした今になってすら俺たちと絶妙な距離感を保ってやがる。前々から思っちゃいたが、つくづく住んでる世界が違うみてえだな。どういう意味だ？じいさん、あいつを知ってんのか？お待たせしました。早速調査を開始しましょう。あら、どうかなさったんですか？
お前だったら。Breeze right through this. The diseased ruins. I think I got the gist of what this dungeon is gonna entail. Two people in a party.足元に気をつけろよ、北斗。大丈夫。いざとなれば一回ずつになります。必要ならいつでも言ってくださいね。結界よ。
しかねえだろ。
かなりいいものですね。で、結界よ。気に突き進むぞ。上物だな。
上出来だぜ。おい、すみません、大丈夫です。この間の戦いの疲れが今頃出たのかもしれませんね。とにかく今はこの異界を調べるのが先決でしょう。何かが違うのは確かですし、少しでも多くの手がかりを持ち帰らないと。あんま背負い込むな。え？俺も時坂たちに教えられちまったことだが、結局てめえ一人にできることなんて限界があんだよ。忘れんな、お前の周りにも仲間がいる。単なる協力者じゃねえ、心底背中を預けられる仲間がな。お前ももう少し周りを当てにしてみてもいいんじゃねえか。高畑くん。まさか高畑くんからそんな言葉が聞けるなんて。一瞬龍崎さんの姿が重なったような気がしました。あんなクマみたいな野郎と一緒にされちゃたまんねえな。ありがとう高畑くん。なんだか3年前以上に心強いです。に甘えさせてもらいますね。力を貸してください高畑くん。任せろよ、行くぞ北斗。もらった。任せたぜ。一気に攻めましょう。レイド！ガキ！
その後、俺たちは無事に現実世界へと戻ってきた。結局この奇妙なゲートの正体は北斗にも見当がつかないらしかったが、太蔵爺さんにとっては七草が守られただけで十分らしく、ひとまず一件落着となった。食えねえじいさんだぜ。今日は本当にありがとうございました、高畑くん。おかげで心配事の一つをなんとか片付けられました。まあ結局あの妙な異界の正体は分からずじまいだったがな。しかし北斗、一つっつうことは他にも何かあるんだな。ええ、ですが近いうちに必ずお話しします。もちろん時坂君や柊木さんたちも一緒に。そのための準備も進めている最中ですから。だったらいい。いずれにせよ俺たちは三年として後輩たちを支える。それだけは変わらねえだろうからな。そうですね、頼りにしていますよ高畑くん。こっちのセリフだぜ。